千葉百音選手です。お疲れ様でした。初出場の全日本の舞台、今ショート滑り終えてみた感想を聞かせてください。その今までにないくらいのたくさんのお客さんにその見てもらって、その少し緊張してそのジャンプが思い通りにいかないこともあったんですけど、そのなんとか最後まで笑顔で滑り切ることができてよかったです。後半のジャンプ少しミスしてしまった部分はあったと思うんですが、非常にこう全体を通して安定的な滑りというのを見られました。はい、初出場ということで緊張しましたか？しました。ちなみにスピン3つレベル4獲得です。よかったです、はい、そういったところはこう滑ってみて手応えというのは感じましたか？スピンジャンプはちょっと不安定でしたけど、スピンはいつも通りできたので、そこはちゃんと取れたかなと思いました。この後他の選手の得点次第というところもありますが、フリーに向けての意気込み聞かせてください。そのフリーはショートでその緊張で乱れたそのジャンプだとかステップのところも含めて全部を安定させてノーミスの演技ができるといいです。期待しています。お疲れ様でした。